黄弟弟了啦，お医者さんは切ってくれた。この傷からこのところから分かってる。それはでも切ってほしくなかったんだもん。でもここ切ったから兄ちゃん出てきたんだよ。兄ちゃんにさ、ママ出会いたかったから、生まれてきてほしかったから直近した。全然痛くもないよ。ママ、お前は傷ついてる。なんでもさ、またのさ毛が多いの？毛が？なんか、他们要把它收拾。收拾？然后呢？我想要照顾他们，可是他们都变那个了，都哭。说谁？蜗牛。然后呢？我想要照顾他们，可是他们都变那个了，豆腐。我想要照顾。Oh!